はい、どうもつけ麺ズーショータふちゃーん。はい、今日は、はい、レアピの出るまで帰れません。出たわこの企画。前ね、前回ガリガリ君やって、ガリガリ君9店舗目で出たんか、3区27本食べてようやく当たりが出た。今回はピノ、何だっけ、ハートと星か。はい、どのぐらいの確率で出るの。22箱のうち1つに入ってるみたいな。あ、なるほどね。ハートが出にくいんだね。ハートは 4% とか。星かハートどっちか当てるまで。そう、毎店舗につき1人1つ買って、はい、レアピノが出なかったらまた違うコンビニに移動して、ね、はい、出るまで一生コンビニを回り続けるっていうね。あ、でも今日も暑いですからね。そう、アイス日和です。そうやな。じゃあまず1店舗目のファミマ買ってきます。じゃあファミリーマートさんお願いします。はい、じゃあ買ってきました。これも最初からバーンと当たってそれで終了って。ある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 。30秒動画、うん、じゃあ初めの一箱、せーの、ほい。あー、ダメだ。あ、じゃあ次二箱目いくよ、ほい。あー、あー、ダメだ。あー、あー、やっぱそう簡単には。まあまあまあ、いただきます。マジか、今最高のピノ。やっぱピノうまっ。満足。満足。うん。オッケー。完食。じゃあ2店舗目。うん。買いましょうか。はい、2店舗目。2店舗目、セブンイレブン。ピノやっぱ美味しいっすわ。美味しいな。うん。じゃあ行きましょうか。はい。買っていきましょう。買ってきました。はい。2店舗目。はい。これいいっすね。あの、開けた瞬間に分かるから。確かに。ほんまそれな。ガリガリ君は食わんと、食わないとね。確かに。じゃあ当たれ当たれ当たれ、欲しい、カモン。うわ、入ってない。はい、行きます。はい、ダメ。はい、入ってません。意外と入ってないもんですね。当たってないのに食うっていうのがちょっとまた嫌だよね。ガリガリ君とは違うな。男3人で何やってるの。なんか、はい、じゃあ3店舗目行きましょうか。うわ、暑いなぁ。日焼けでしまう。30度ぐらい今日。そうですね、暑さが増しとる。はい、3店舗目、100円ローソン。おー、庶民の味方。はい、じゃあ買ってきます。はい、3店舗目。3店舗目、3つ目。やっぱもう開けた瞬間分かるのがいいわ。はい、はい、ダメ。あー、まあ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 、まだでもね、うん、全然美味しく食べれる。この熱いっていうのもあるから。あ、これコップやろ。うわ、大丈夫か、大丈夫か。うわ、うわ、うわ。はい、4店舗目、店舗ね、向かいます。暑いよ、剥げちゃうよ。剥げる、剥げるん。直射日光は浴びすぎる。剥げる前にこの子捕まえ。早く捕まえな。はい、着きました。セブンイレブン、セブンイレブンさん。さあ、はい、しゃあ買ってきましょう。イエー。はい、じゃあ買ってきました。今日24個目で、でも、まだ食える。うん、じゃあ行きます、1個目。はい、ダメ。あー、ダメ。はい、これ結構当たらんまいな。当たらないっすよ。うおぉ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 えおぉえおぉえ星だ、星だ。おぉ、すごい、これ星やんな。すごいすごいすごい。もう出ちゃったんすか。これ4店舗目、意外と出る説。いや、出ちゃいましたよ。出たね。いや、意外と早かった。いや、でもこのままじゃ終わらなくないっすよ。いや、さ、俺思って、4店舗目で星出たやん。うん、ハートすぐ出るんちゃうか。そう、いや、思ったらハートも見てみたい。確かにね。そんなハートもやる。やりましょう。じゃあハート探しに出ましょう。いや、星はもうこれで、多分買ってきて、次ハート狙いでいく。はい、一回食べようか。
はい、完食。じゃあ、まあ、とりあえずね、出ましたけど、うん、あとちょっとハートを探しに行きましょう。うん、いやでもちょっときつくなってきたな、そろそろ。確かにしょっぱいのが食べたい。飽きた、飽きたな。はい、ローソン、ローソンさん、5店舗目ね。じゃあ俺買いに行ってきますわ。唐揚げくんでしたっけ。唐揚げくんハートか。ハート狙いね。はい、もう星が来ても微動だにしないから。はい、はい。ああ、やっぱ持ってる男は俺でしょう、今日のスター。まあ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 、そんなうまいこといかんよ。連続でね。はい、お、完食。行きましょうか。あー、なんか嫌な予感してきた。俺もガリガリ君の悪夢がやばい。俺は思うねんけど、さっきのでやめといた方が良かったぜ。おお、きついよ。もう結果出てから食って、これもこれでちょっと嫌やな。きついきついきつい。外れ分かってんの食うっていう。そういうの。はい、ラスイチです。うん、僕ラスイチ7店舗目ちょっと美味しいピノ食ってんのに。唐揚げ食いじゃ。じゃあ行ってこようぜ。俺はそこでやめようって言ったよ。4つ目という中途半端なところで当てたのが一番悪い。それな、あれがさ、8店舗目とかでさ、あれが当たったときはさ、すんなり終われたのに。出しちゃいけないところで出すっていうな。あ、やっぱソーローださすがソーローズやな。頼むわ、本当に頼むわ。うちの親父糖尿だから俺も糖尿になあ。糖尿。あ、こんなはずじゃなかった。ハートを見つけるって言った。誰？俺ちゃうよ。俺はこれでいいって言ったもん。いや、でも当てたのが悪い。あそこで当てたのが一番悪い。はい、ます。すいませんでした。こんちくやカモン。はい。でも、星や。星。俺すごいな。でもまだ翔ちゃんいるから頼む。9店舗目ファミリーマートさんに来ました。はい、行きましょう。僕54個、1人54個食べてるよ。きつい。9店舗目で前ここで、そうそう、ガリガリ君、ガリガリ君でここで当てたから。まさにここで、ここでまた当てようよ。ガリガリのパワースポットですから。そうそう、パワースポット、ガリガリの奇跡。いくよ、来い来い、待って来い。あー、はい、ないない。もう諦めてるやん。ここで当てたらすごない？すごいすごい、一生褒めたたえます。だって星とハート当ててるからな。喉は締めするわ。9店舗目の奇跡、来い来い。せーの。うーわ、開けんのも下手くそやったし。やりよったわ。リアクション取りづかマジ。これ食うのがもうラスト。9店舗目の奇跡起こらず、全ては俺のせい。いや、うんって言わんとってよ。そこ嘘じゃないよって言ってほしかった。そうだよ、全部計画が狂ったのはリーダーのせいです。この人誰でもいい。うおぉ。お、星だ。欲しくねえんだよ。うまい。チャンネル登録。ビデオのバッテリーが切れちゃって、一回家帰って、また再度、11店舗目に向かってるんですけども、もう真っ暗です。真っ暗です。だって撮影し始めて、もう5時間ぐらい経ってるから、やばいっすよ。はーい。着きました。11店舗目ね、ファミリーマート。はい、はい、買っていきましょうか。買ってきます、それ、はい、もう食べれません。やばい、血糖値バカ上がりやろ。俺らの体の中に今ピノ66個一人66個買ってるよ、マジで。角砂糖あるやん、あれを。コーヒーに入れる角砂糖。
あれを66個入れる。そう、まさにそうだよ。か砂糖2個か。ピノで1日が終わるって最悪だね。12店舗目ね、ローソンさん。ローソン、はい、早く終わらそう。神よ、頼むよ、お願いします。神よ、お願いします。神よ、お願いします。こんちくです。13店舗目、セブンイレブン。よし、やっていきましょうか。はい、キッキャーファン。ああ、頼む。次行きましょう。14店舗目。だってこの動画撮り始めたのが3日だからね。7時間。7時間経過してる。ピノで1日が終わってます。俺多分マジで今日でピノのこと大嫌いになった。コンビニも探すのもまずヘトヘトだしさ、もう隣町まで歩いてますね。14店舗目ね、はい、初めてのミニストップですわ。いや、もうちょっと待てよ、これは当てようか、もう当てようか、そろそろ使っていきます。信じよう。神様、ほんまにお願いします。今10時過ぎてるんですよ。10時過ぎですね、今。私が11時からのおバイトなんですよ。これがもうラストチャンスだったわけですよ。バイト休むわけにはいかんからさ。いや悔しいな。悔しい、ほんまに悔しい。リベンジマジしようよ。しましょうか。そう、リベンジ絶対しましょう、マジで。でも企画としては成功してるんだよ、初めに言った企画は。まあ、確かにね、あの星は出てるからね、4店舗目欲張りすぎたんです。欲張ったし、俺があんな中途半端なところで星を出したのがもう全ての始まりや。そうそうそう。いや、まあ、変わってやん、そこ。そうそう。大変申し訳ございませんでした。絶対リベンジします。はい、マジでリベンジします。本当に。ってことで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。いやー、もうマジでリベンジするんで。リベンジします。マジでお願いします。